はい、こんばんは。エストポリス電気2実況第12回目となりました。で、今日からいよいよですね、イニシエの洞窟本格的に攻略していきます。で、早速行くんですけど、いきなりその99回ドーンって言うんじゃなくて、まずはですね、イリスの宝っていうのを集めないといけないですね。イニシエの洞窟にイリスの宝っていうのがあるんですけど、ここにね並べていくんですけど、まずそれを集めていきます。で、イリスの宝っていうのはダンジョンの中にある赤宝箱に入っています。持って帰ったら何回でも使える青宝箱に入ってるんじゃなくて、赤宝箱に入っています。なので宝箱を全部調べないといけないですね。で、早速いきます。まずはそのイリスの宝が揃うまで20回ぐらいまで行って出てを繰り返す作業になりますね。作業が始まります。38、25、38。あ、逆やね。倒せる敵は倒して、逃げんな。カプオンはムースがいいんかな。ああ、このままで。まあ、もうしばらくはこういうね、ちょっと地味な探索が続きますね。だから、1回は大したことなかったね。いいよ。
まあないよりはね。そもそも装備できんのか。できる。ガデスの続きのあるなしはだいぶね違います。いや、ないと無理なんですよね。最後の一番下の階にいる主を倒すにはガレスの剣1本では無理なんですよね。2本ないと。ハズレ回やね。いいですね。しかも青宝箱だから、一気に攻撃力441、とんでもねえな。たまにねこういうラッキーがあるんですよ。草もちゃんと取っていかないと。序盤の戦闘がだいぶ楽になりましたね、これで。あとは持ち帰れるかどうか。ミラクロスいいですね。うわ、来た、ラッキーゾーン。こういうのがあるんですね。いいね、ラッキーゾーン。1個ぐらいイギリスの宝あってほしいね。その代わり敵も多いっていうことですね。早い。
まあまあ体力回復のマスがあるし、この回は問題なくいけそうか。けど MP がでかすぎるな。消費がでかいやつはあんまり。回復魔法が欲しいですね。ガイも早く武器持たせてやりたい。とにかくトライ数が多くなりそうなんでね、そんなにパッと終わるものじゃないんですよね。間違えた。ウィッポッケイ。害のための武器欲しいね。宝箱なしか。できれば宝箱欲しいところですね。いいですよ、こういうのいいよ。どんどん敵が強くなっていくからね、そこが大変なんですけど、まあ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 
こいつが厄介だ。ちょっと劣化の剣が強すぎる。お、装備できる。オッケよし、あ、まだおった。あ、まあ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 、いいですね。あ、源ね、源は大事よ。よし、下の階。まだ6階か。
こ最後で良さそう。この回そんなにボリュームがなさそうな気がする。オーラッキーゾーン、バッファローが多いな。これは呪われてるんじゃなかったっけ？MP を温存しないといけないですからね。 MP を回復する手段がマジでない。いっそ死んでミラクロス打つのが今だ。
セレナの武器がロッドでちょっと弱いか。スタッフとロッドってどっちが強いの？スタッフでした。そろそろ青宝箱もちょっと欲しいよね。ここは後でいい。お、いいね。イリスないね。回復魔法欲しいね。うわ、赤ウィップよりも強いのか。
くいんね。ミミックはマジで気をつけな。特に何もなしやった。ポーション使うか。もういらねえ。呪われてんね。長いな。さあ10回。
いいね。黒焼きまあお気持ち程度に。虫系に強すぎるな。20回までワントライするだけでも1時間ちょいぐらいかかるもんね。まあこれ99回まで行こうと思ったら何時間かかんねん。ナイス。何が上がる？ガッツが上がるのか。つけれない。女子専用か。つけれんな。
デッドが多くなってくるとな、ガデスの剣が効かんから大変やねんけど。来た。あ、しまった、アンデッド見えてたのに。いやね。逃げんな。ちょっとあいつはややこしい。なし。なんかあって。
あいつは素早いしレギを打ってくるからあんまり相手にしない。順調といえば順調なんかな。お宝箱も結構空いてるし、でもイリスの宝が全然ないから。ここは後やな。広いね。MP 回復きた、回復きた。 MP 回復は来たけど、回復魔法が未だにゲットできてないので、それがしんどい。
お化けキノコ多いね。で、害が結構やばめか。ミミックはおらんな。まあ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 、よし。いやー、結構あれやな、ラッキーゾーンが多いな。
もう無理か。アンデッドがどいつもこいつも攻撃力が高いな。さあどんどん体力が厳しくなってきてるけど、回復魔法がゲットできません。ちげえ、嬉しくねえ。出ないね。18回か。まだまだやな。ヌーボー系も結構やばいよ。おや、ヌーボー系に強い。ヌーボー系に強いのはよし。
よし、ちょっとな、体力が結構。これ呪い解けるやつ。あでおま、あいいね。来た。やっと来た。まあ、あるとないとだいぶ違う。やべ、やばい。なんとかなあかんな、ちょっとマキチムが強いな。あかんことはないけど。こいつは確かに攻撃力が結構高かった。よし、エストゲットしたのはかなり大きいな。
進化させてるけど、でももうこの回はもうすぐこれで終わりやねん。呼ぶな。さあもう祈りゲットしたらすぐ帰るぞ。ちょっと待って、ガルさんする気かな。じゃあ一回死ぬ。よかった。あれ天への祈りであってほしいな。うわちげー。ないな、やばいな。
でこうもご丁寧にこいつらいつも3対1でおるんやろ。増えるし、やめて。やっぱり3点。ないなあ、帰りたいんだから。ちょっと待って、いよいよ危ないぞ。あ、来た。ブルーミミックさえ出なければ大丈夫だから、もうちょっとだけ見ていくか。イリスの宝が出ないな。
イリスなし。ないね。じゃあアクアウィップばっかりやねんけど。そんなアクアウィップばっかいらんねん。タコだるい。タコ危ねえ。
はい、あ、びっくりした。はい、じゃあというわけで今日1回目はこれで終了やね。結構持って帰ったんじゃない？おお。劣化、水晶、炎。いいですね。2回目以降もいい感じにいけそうです。イリスの宝は0個やったけどね。はい、じゃあというわけで今日はこれで終了です。ありがとうございました。また次回もね、引き続きイリスの宝をまずは集めるのを頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。